6月18日、ガーディアンズとの3連戦初戦に勝利したマリナーズは2位アストロズ、レンジャーズとのゲーム差を今季最大となる10ゲーム差に広げました。もちろんこの2球団が苦しんでいたことにも助けられはしましたが、例年だったらマリナーズが多少勝っていてもそれ以上に勝つチームが現れるなど、微妙に隙のないことも多かったマリナーズが6月中旬にして地区内でこれだけの差を広げた。この事実に胸が躍らなかったマリナーズファンはおそらくいないんじゃないでしょうか。あれから1ヶ月、マリナーズはさらに地区内の差を広げ、1ゲーム差になりました。なんで？ということで今季前半戦が終わってマリナーズは52勝46敗で、AL 西地区首位は維持してはいるんですが、一時は10ゲーム差をつけたアストロズに猛追撃を許していると。これだけ短期間で急激に差が詰まった理由として、まずシンプルにマリナーズが勝てていないのがあり、前半戦ラスト23試合でわずか8勝、8カードのうち7カード負け越し、オールスター前最後の連戦となったパドレス、エンゼルスとの6連戦は、頭3ついきなり連勝して気持ちよく前半戦終えられそうと思ったのもつかの間、そこからひどい3連敗を喫するなど、トンネルの出口は見つからないまま前半戦が終わってしまいました。で、一方でアストロズは同じ期間17勝6敗、タッカーがいない、バーランダーがいないといった事情を抱えているはずなんですが、ようやくアストロズ本来の強さを取り戻しつつあり、絶妙にマリナーズが苦しんでいる時期とアストロズの絶好調の時期が重なってしまったことで、このような事態となってしまっています。一向に良くならないマリナーズの戦いぶり、そしてアストロズが日に日にゲーム差を縮めてくるあたり、首位にもかかわらずかなり絶望感すらも漂う1ヶ月間でありましたが、ただ幸いまだ7月、これからどうにでもなりますし、また調子が悪い期間を経てもまだ貯金が6もある。開幕前の自分にオールスター時点でマリナーズが地区首位に立っていることを教えたら、きっと狂喜乱舞することでしょうから、今回いいことも悪いこともあった、そんな前半戦を振り返っていきましょう。まず良かったことといえば先発陣ですよね。本当に今年の前半戦は先発陣だけでほぼどうにかした節すらあるくらいよく投げてくれました。イニング数571回は MLB トップとしっかり負担を担いながらも、先発防御率 3.36 は MLB 2位、 FIP 3.63 も MLB 4位、そしてクオリティスタート58回は MLB 1位、質も伴ってイニングも食う、先発に求められる役割を全て果たしてくれた印象で、現代においてそれがどれほど貴重なことか。いろんな課題を抱えている今年のマリナーズでありましたが、先発陣の強さであらゆる弱点をもカバーした、だからこその貯金生活、そして首位ターンです。選手ごとに見ていきますと、今年は何といってもギルバートですよ。 MLB トップとなる132回3分の1を投げて防御率 2.79、 初めてのオールスター選出も納得の活躍ぶりでした。フォーシーム一辺倒だったのも今や昔、今年はカッターを使い始めたことで球種がさらに豊富となり、またカッターの副次的な効果でしょうか、年々効果が落ちていたフォーシームが今季乱馬流的には復活傾向にあるのも嬉しい。ゲームメイクの面でこの前半戦チームで最も信頼できる存在でした。カービィは序盤に膝の問題を抱えたのもあってか、6月入った時点で防御率4点台と少しらしくない部分もあったんですが、前半戦最後の7先発全てでクオリティスタートを達成し、頼もしいカービィが戻ってきました。相変わらずの抜群のコマンドに、今季は今までと違ってリーグ平均レベルに空振りを奪えるようになってきたのもポジティブな変化としてありまして、年々進化を続けています。カスティーヨは近年と比べますと奪三振の割合が下がり、少し支配力が落ちてきている点は気になりますが、それでも防御率 3.53 と悪くないですし、ギルバート、カービィに次ぐ3番手と考えれば十分でしょう。最近の先発では少し遅めのスライダーを試しているようで、これでさらに成績が上向くといいですね。今季からスプリットを取り入れたブライス・ミラーも確かな前進が見られ、特に昨年ボコボコに打たれた対左の成績は大幅に改善しました。敵地で本来のピッチングができていない点は課題ですが、 MLB2 年目4番手としてなら十分よくやってくれています。ブライアン・ウーは投げている時はかなりのピッチングを見せ、こちらもこれで5番手でいいのかと思ってしまうくらいのピッチャーですが、一方で今年はちょっと怪我との戦いが続いてしまっているのが少し残念なところ。ただウー不在の穴をハンコックがよく埋めてくれ、成績的には目立たないんですが、個人的には数字以上に大きな存在だったと考えています。ということで、全体的に素晴らしかった先発陣、この後の戦いを考えても先発がいかにゲームを作れるかは重要であり、疲労面など心配なところも多いんですけれども、こちら引き続き頑張ってもらいたいところです。続いてはブルペンですが、こちらは前半戦終わってもなお少し怪しさが残っています。ブルペン防御率 3.66 は MLB 9位、 FIP 3.84 は MLB 13位と、まあ、成績的には悪くないんですけれども、ムニョス頼みという印象は拭えていません。もちろん38試合で防御率 1.41、 オールスターにも選出されたピッチャーと並ぶ存在なんてそうそういないわけですが、ただ他のリリーフが8回に招いたピンチをムニョスが結構な頻度で尻拭いして、そのまま9回も投げ切る場面も多かったですから、そういった印象にはなっちゃうのかなと。ムニョスの力でかなりどうにかした側面はあった前半戦です。例年だったらブルペンから新戦力が生えてくるところですが、それでいうとソーントンやボスあたりは頑張ってくれてはいますけれども、突き抜けてもいないといった感じ。最近はスナイダーが結構いい感じですけれども、この傾向が続けばいいんですけどね。
全体的に苦しさもあったブルペンですから、今月ようやくグレゴリー・サントスが帰ってきてくれたのは本当に大きいですよ。願わくばムニョスの負担を軽減するだけのピッチングをこの後も期待したいです。ゲイブ・スパイアーも近々復帰するみたいですから、ブルペンに関しては良くなってくるとも信じています。さて最後はこのチームの現状最大の問題、ファンも相当にストレスを溜めたであろう打線です。もはやクワーズの逆バージョンになりつつある T モバイルパークを本拠地にしているとはいえ、 MLB28 位の1試合平均 3.87 点、球場補正も加味した WRC プラス95は MLB21 位ということも考えますと、お世辞にもいいパフォーマンスだったとは言いません。また昨年以上のハイペースで三振を積み重ね、前代未聞のオールスター前にチームで1000三振超え、 K%28.1% は他球団を完全に圧倒する水準です。ホームラン数は MLB11 位と、多少打っているおかげでまあたまになら点が入ったりしますし、またハイレバレッジシチュエーションで MLB の中では比較的結果も出していることも、僅差のゲームを勝ち切れた1位にもなったりはするんですが、全体の成績はあまりに希望が少ないです。まずね、まともに打っている選手がいないというのがきついですよね。今季マリナーズで100打席以上に立った選手で WRC プラス110すら上回っている選手がいません。本当にどうなってんだと。レイリーはぼちぼちやっていますが、ポランコやガーバー、ハニガーら新戦力組は今年も絶賛低調で、打線の問題を解決するどころかさらに大きくしてしまっていますし、個人的にはポランコですらシアトルでダメというのが結構ショックです。もうシアトルで活躍するバッターを連れてくるためには、かつてのロビンソン・カノークラスのスター選手を連れてこないことには厳しいのでしょうか。本当に悲しい限りです。既存戦力に目を向けますと、ムラはありながらもカル・ローリーがクラッチホームランを量産してくれたのはでかかったんですが、今季 MVP になることを本気で期待したフリオは今年も前半戦調子が上がらず、7月に入ってようやくらしくなってきましたので、まあ今年も後半戦でどうにかしてくれるんだろうと楽観視はしていますが、今年はとにかく引っ張れず打球が上がらずで、彼の自慢のパワーが消失してしまったのがまあ痛かったですね。ドライブラインに通って昨年打撃革命を起こした JP クロフォードは魔法が解けてしまったのでしょうか。トータルの攻撃力は昔のような水準に戻ってしまいました。昨年よりもゾーン内を振りに行っているのに当たっていないのはちょっと気になります。他方でドライブラインに通って魔法にかかるはずだったタイ・フランスも、ここまではせいぜいリーグ平均程度の攻撃力、5月中旬にパワーが開眼し始め、ドライブライン効果かと思ったんですが、6月7日の試合のデッドボールで足の骨にひびが入ってしまい離脱、10日ほどで復帰できたのは良かったんですが、そこからはまた状態が悪いままです。でこの打線は今月末のトレードデッドラインに向けて本当にどうにかしないといけません。というかそれができなければ今年のエールだったら多分プレーオフすらいけないでしょう。ポジション的には外野、ファースト、セカンドあたりは補強ポイントにはなるんでしょうが、同時に今いるハニガー、フランス、ポランコ、この3人のうち2人は DFA する覚悟でアップグレードを狙っていかないと結構厳しいんじゃないかと個人的には思っています。マリナーズは予算の制約が気になるところで、それが昨年のオフ足を引っ張りまくったわけですが、どうもオーナー側はトレード補強に伴うペイロールの増額には OK を出したようで、またフロントも攻撃陣の強化に向けてはトッププロスペクトの放出も辞さない姿勢を示しています。マリナーズは比較的球界内でも上位のプロスペクトを持っているチームですから、市場の目玉クラス獲得もその気になれば十分狙えそうであると。今年の夏のトレード市場はまあどれだけ大物選手が出てくるか不透明なのがちょっと難しいところであるんですけれども、まあ出てくる前提でたまに名前を見ますのが、例えばメッツのピート・アロンゾ、ダイヤモンドバックスのクリスチャン・ウォーカーですとか、あと最近よく名前が挙がっているのがマーリンズのジャズ・チザム・ジュニア、 USA トゥデイ・ボブ・ナイチンゲール記者はマリナーズがチザムの移籍先有力候補であるとも伝えています。もう正直私もちょっと自信がなくなってしまって、もはや誰ならシアトルにフィットするのか分かりませんが、フロントがどんな風に打線の強化を目指すのかは注目しています。ここから2週間ほどでマリナーズが球界に衝撃を与えるのか、願わくばそうなってほしいなと思っています。さて明日からいよいよ後半戦がスタートします。ここ数年後半戦の方が勝ってきたマリナーズですが、今年もそうなるのか、いやそうなってほしい。昨年は後半戦日程がきつきつで体力面でもかなりしんどかったですが、今年は割と長い連戦は前半戦にあらかた終えてしまいましたんで、おおむね週1くらいのペースでオフが入りてんで少し余裕はあります。コンディションもなるべくいい状態をキープしながら戦ってもらいたいですね。そして後半戦最初のカードはなんとシアトルでのアストロズ3連戦、いきなりの首位攻防戦ということで、めちゃくちゃ大事な3連戦と、ぜひ勝ち越してアストロズを離したいですし、またマリナーズはアストロズ戦あと2勝すれば今季の直接対決勝ち越しが確定しますので、そうなれば同率時に順位上の扱いが上となります。実質1ゲームのアドバンテージを手にするわけですから、これもこの3連戦でできれば決めてしまいたいところですが、ただねマリナーズは後半戦の立ち上がりには割と苦労している印象もあるんですよね。2年前も14連勝してさあここからだとなったタイミングで、後半戦最初のカードがまさに今年と同じようにホームのアストロズ戦で結果スイープを食らった苦い思い出もあります。
今年はいきなり落とせないカードから始まりますので、前半戦最後のスランプを早いところ払拭するいいスタートを決めてほしいなと願っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。